はいどうも皆さんプロスペです。日本三大都市の一枠目は東京によって、二枠目は大阪によって埋まっているということには、ほとんどの人が同意するでしょう。しかし三枠目については、横浜と名古屋がかなりいい勝負をしており、広く共有されていると言える結論はありません。日本三大都市の座をめぐってライバル関係にある横浜と名古屋ですが、実際のところはどちらが都会なのでしょうか？というわけで今回は、横浜と名古屋の両都市を様々な面から比較し、どちらが都会かを判断していきたいと思います。まず両市を人口面で比較してみると、人口と人口密度ともに、横浜市が名古屋市を上回っています。ただ、この値は地域全域についてのものなので、森林や農村地域などの影響を受けており、あまり参考にならない部分があります。特に人口密度については、地域に森林などが多く含まれると、実際の街の密度とは関係なく値が小さくなるため、そのままの数値を用いるのは問題があるでしょう。というわけで人口集中地区という、人口密度が1平方キロメートルあたり4000人以上の地域のみで、両市を比較してみましょう。この動画での人口集中地区は、市街地と同じ意味と考えてもらえれば大丈夫です。両市を人口集中地区で比較すると、地域全体での比較と同様に、人口と人口密度両方で横浜が名古屋を上回り、人口密度では差がより大きく開いていることがわかります。このようなことから人口面では、横浜が名古屋を上回っていると言えるでしょう。次に、経済面での比較を行うため、両市の市内総生産を見てみましょう。なお、どちらの市も市内総生産の最新データは2020年度のものですが、2020年度はコロナの影響が大きい特殊な年であまり参考にならないため、ここでは2019年度の市内総生産を用いることとします。両市の市内総生産を比較してみると、横浜市が名古屋市を僅差で上回っています。分野別に見ると、特に住宅賃貸業や電気、ガス、水道、廃棄物処理業などで、横浜が名古屋を大きく上回っていることがわかります。このように、住居やインフラの提供を行う産業で横浜市が名古屋市を上回っていることは、横浜市が東京のベッドタウンとして発展しており、人口が名古屋市よりかなり多くなっていることが原因と考えられます。一方で卸売業では、名古屋市が横浜市を大きく上回っています。卸売業は基本的には、企業間の取引という形態をとります。そのため中部地方の中心都市であり、広域的なビジネス拠点となっている名古屋市では、卸売業が発展しやすく、横浜市を上回っているというわけです。このように分野別の経済総生産を見ると、横浜市は居住都市としての性格が強く、名古屋市は拠点都市としての性格が強いということがよくわかりますね。続いて、金銭的な指標以外で産業の規模や実力を比較するために、両市の事業所数、従業者数、上場企業本社数を見てみましょう。これらの指標で両市を比較してみると、事業所数と従業者数では横浜市が名古屋市を上回っている一方、上場企業本社数では名古屋市が横浜市を上回っています。横浜の事業所数や従業者数が多いのは、横浜は人口が多いため、暮らしに密接に関わるような産業が発展しているからだと考えられます。また名古屋の上場企業本社数が多いのは、名古屋は中部地方の拠点都市であるため、中部を代表する企業の本社が集積しているからでしょう。次に、都会は交通機関が発達しているイメージなので、両市を交通面で比較してみましょう。まず、両市の代表駅である横浜駅と名古屋駅の乗降客数を比較してみると、横浜駅が名古屋駅を大きく上回っています。横浜駅の利用者数が多くなっている原因としては、横浜市の人口が多いことに加えて、両市での鉄道利用率の違いが挙げられるでしょう。両市に住んでいる人と、両市に通勤、通学している人のうち、通勤、通学手段として鉄道を利用する人の割合を、それぞれ比較してみると、どちらも横浜市が名古屋市を上回っています。このような事情があるため、駅の利用者数という点では、横浜市は名古屋市を上回っているわけです。続いて鉄道の路線数や駅の数を見ることで、交通網の充実度を比較してみましょう。これらの指標で両市を比較すると、路線数は横浜市の方が多いですが、駅数および1平方キロメートルあたりの駅数は、名古屋市の方が多いということがわかります。名古屋市の駅数が多くなっている理由としては、地下鉄網が充実していることが挙げられるでしょう。両市の地下鉄網を比較してみると、名古屋市営地下鉄の路線網が、横浜市営地下鉄の路線網と比べて、かなり発達していることがわかります。地下鉄は駅間距離が短く、駅数が多くなりやすいため、地下鉄が発達している名古屋市では、駅数が多くなっているわけです。地下鉄が発達しているという点では、名古屋市の方が横浜市より都会的な感じがしますね。
次に、都会は買い物客で賑わっているイメージなので、漁師を小売業の面で比較してみましょう。漁師の小売業の年間商品販売額を比較してみると、横浜市が名古屋市を上回っています。ただ、これは地域全域の数値であるため、都会のイメージに密接に関わる中心繁華街の比較を行うためには、また別の指標が必要となります。というわけで、漁師の中心繁華街の範囲を半径800メートルの円に揃えて、その範囲内での比較を行ってみることにします。漁師の中心繁華街の範囲を具体的に言うと、横浜市は横浜駅周辺や港未来の北西部などを含む範囲、名古屋市は栄や錦などを含む範囲です。この範囲内で、卸売業及び小売業の従業者数と事業所数を比較してみると、どちらの指標でも名古屋市の中心繁華街が、横浜市の中心繁華街を上回っていることがわかります。なお、本当は小売業のみのデータを使いたかったのですが、使用できるデータがなかったため、卸売業も入ったデータで代用しています。中心繁華街で比較すると、名古屋市が横浜市を上回る理由として、飲食用品の販売など日常的な小売が全体の小売に占める割合が、名古屋市は横浜市に比べて小さいことが挙げられます。中心繁華街は主に非日常的な買い物をする場なので、日常的な小売の割合が小さい名古屋市が、横浜市を上回っているわけです。ただ、繰り返しになりますが、これはあくまで卸売業と小売業を合わせたデータなので、小売業だけで比較することができた場合、結果が異なるものになる可能性があることは、留意しておく必要があるでしょう。次に、都会は高い建物が多いイメージなので、漁師を高層ビルの面で比較してみましょう。漁師の高さ100メートル以上の高層ビル棟数を比較してみると、横浜市が名古屋市を大きく上回っています。これは先ほども述べた通り、横浜市は東京のベッドタウンとして発展しているため、タワーマンションが多くなっていることが原因でしょう。続いて漁師の最高層ビルの高さを比較してみると、高さ100メートル以上の高層ビル棟数と同様に、横浜市が名古屋市を上回っています。高層ビルという面では、横浜市が名古屋市を上回っていると言っていいでしょう。次に、都会は地価が高いイメージなので、漁師を地価の面で比較してみましょう。漁師の平均工事地価と最高工事地価を比較してみると、どちらも名古屋市が横浜市を上回っています。このようなことになるのには、名古屋が先ほど見た栄などを含む、発展した都心を形成していることに加えて、おそらく1平方キロメートルあたりの市内総生産で、名古屋市が横浜市を上回っていることも関係しているのでしょう。ここまでは市内のみでの比較を行ってきましたが、都市は行政区分で区切られているわけではないため、市の範囲を超えた比較も必要です。都市を行政区分にとらわれずに把握するための概念として、人の流れから都市の範囲を決定する都市圏というものがあります。都市圏にはいくつか種類があるのですが、日本では通勤率 10% を基準に都市圏の範囲を決定する、都市雇用圏と呼ばれるものが最も使われています。というわけで、横浜と名古屋の都市雇用圏を比較していきたいのですが、実は都市雇用圏の定義上、横浜都市圏は存在しません。横浜市は、東京23区への通勤率が 10% を上回っています。そのため通勤率 10% を基準に都市圏の範囲を決定する都市雇用圏の定義上、横浜市は東京都市圏の一部となっており、独立した都市圏を形成していないのです。そこでここでは、横浜市への通勤率が 10% を超えるかつ、東京23区への通勤率よりも高い地域を、横浜準都市圏として扱うことで、横浜と名古屋を都市圏の面で比較してみたいと思います。なお、ここで少し補足しておくと、都市雇用圏には通勤率 10% 以上の自治体が複数ある場合、最も通勤率が高い自治体の都市圏となるというルールがあります。東京23区への通勤率の方が高い自治体を、横浜準都市圏に含めないのはこれが理由であり、名古屋都市圏も同じ条件だということは、理解しておいてもらいたいです。これらの前提を共有した上で、両都市を比較してみると、都市圏人口と純付加価値額ともに、名古屋都市圏が横浜準都市圏を上回っていることがわかります。名古屋は中部地方の中心都市であることから、周辺地域に対して強力な拠点性を発揮しており、都市圏の範囲がかなり広くなっています。一方で横浜は、近くに東京という超巨大都市があるため、周辺地域に対する拠点性が相対的に弱く、都市圏の範囲が狭くなっています。神奈川県に限ってみても、横浜市への通勤率の方が高い自治体よりも、東京23区への通勤率の方が高い自治体の方が多いです。このことからも、この地域における東京の拠点性の強さと、横浜の相対的な拠点性の弱さがよくわかりますね。横浜市に隣接する川崎市や町田市でも、横浜市への通勤率は 10% を超えているものの、それ以上に東京23区への通勤率が高くなっており、横浜準都市圏の範囲外となっています。
このようなことから、都市雇用権の定義上横浜都市圏が存在しないのは、独立した都市圏を形成できるほどの拠点性がないという、横浜という都市の実態を反映したものであると言えるでしょう。ただ、名古屋都市圏は都市雇用権の複雑なルールによって、過大評価されている面があります。そのため横浜準都市圏と同じように、通勤率 10% 以上かつ、より通勤率の高い自治体がないという条件で決定した名古屋の都市圏を、名古屋補正都市圏として、再度両都市を都市圏の面で比較したいと思います。この条件で比較すると、特に人口でかなり僅差となっていることがわかります。しかしそもそも、横浜準都市圏は本来都市圏を形成していない横浜に無理やり都市圏を設定したものです。そのため横浜準都市圏は、そのことを考慮して低く評価されるべきであり、やはり都市圏という面では、名古屋が大きく上回っていると評価するべきでしょう。続いては今比較した都市圏とも関係し、都会度評価でも考慮すべき点である、両都市の拠点性を比較していきましょう。拠点性に関する指標としてはまず、流入人口と流出人口が挙げられるでしょう。流入人口とは、ある自治体の域外から域内への通勤、通学者数のことであり、流出人口とは、ある自治体の域内から域外への通勤、通学者数のことです。一般的には、流入人口が多いほど拠点性が高く、流出人口が多いほど拠点性が低いと考えていいでしょう。両市の流入人口と流出人口を比較してみると、流入人口は名古屋市の方が多く、流出人口は横浜市の方が多くなっています。横浜市の流出人口が多いのは、常住人口の多さも関係していますが、常住人口一人当たりの流出人口を比べてみても、横浜市と名古屋市では2倍近い差があります。このことからも、名古屋は拠点都市であり、横浜はベッドタウンであるということがわかりますね。拠点性の指標としてはこの他にも、夜間人口と中間人口というものもあります。夜間人口というのは、その自治体に常住している人の数のことであり、中間人口とは、夜間人口に流入人口を足して流出人口を引いた値のことです。そして中間人口を夜間人口で割って求められるのが、昼夜間人口比率と呼ばれる値です。一般的には昼夜間人口比率の値が高いほど拠点性が高く、値が低いほど拠点性が低いと考えていいでしょう。両市の昼夜間人口比率を見てみると、拠点都市である名古屋市は1を上回っていますが、ベッドタウンである横浜市は1を下回っています。ただ、横浜市でも行政区別に見ると、西区と中区では昼夜間人口比率が1を上回っており、ある程度の拠点性はあるということがわかります。ここまではどちらかというと、横浜の郊外地域としての側面に焦点を当ててきましたが、横浜にも拠点都市としての側面があるということは、留意しておく必要があるでしょう。なお、西区と中区にある程度の拠点性があるため、横浜市は都市雇用圏の中心都市の要件を満たしており、東京都市圏の中心都市の一つとなっています。このことからも、横浜が純粋なベッドタウンではないということがわかりますね。昼夜間人口比率など通勤、通学に関わる指標だけでは、比較的狭い範囲での拠点性しかわからないので、両市の広域的な拠点性についても見ておきましょう。まずは名古屋について見てみましょう。名古屋は中部地方の拠点都市であるため、中部地方や東海地方を管轄する国の機関が集中しており、広域的な公的拠点性がかなり高くなっています。また民間企業を見ても、中部地方を拠点とする中部電力や JR 東海などの企業の本社や、大企業の中部支社が集中しており、経済面で見ても広域的な拠点性が強いと言えます。一方で横浜は、広域的な拠点性はあまり強くありません。まず公的拠点性についてみると、関東を管轄する国の機関は、ほとんどが埼玉か東京に設置されており、横浜に設置されているのは運輸局など、限られた機関のみとなっています。また民間企業についても、関東を拠点とする企業の本社は、東京に置かれていることが多いため、経済面で見ても、横浜の広域的な拠点性は弱いです。こうしてみると、やはり東京のベッドタウンである横浜と、中部地方の拠点都市である名古屋では、拠点性にかなりの差があることがわかります。この拠点性の差が、両都市の最も大きな違いであると言っていいでしょう。さて、ここまで横浜と名古屋を様々な面から比較してみましたが、結局どちらが都会なのでしょうか？横浜は人口が多く、中心部には超高層ビルが林立しています。一方で名古屋は巨大な都市圏を形成しており、中部地方の拠点都市となっています。比較した内容を総合的に考えて、名古屋の方が都会であると判断しました。自分は都会度というのは、拠点性なども含めた、都市としての総合的な実力のことであると考えています。しかし、
このような考え方とは異なる、都会度とは都市的な雰囲気の強さのことであると考える立場もあり得るでしょう。そのような立場からは、人口密度が高く高層ビルが多い横浜の方が、都会と判断されることになるかもしれません。このように、都会というのは絶対的な概念ではないので、人によって意見が分かれるでしょう。ということで、この動画の価値を高めるためにも、異論反論等コメント欄に積極的に書き込んでいただけると嬉しいです。そして最後に一つ付け加えておくと、自分は名古屋市がある愛知県の住民です。もちろん都会度の評価は公平に行っているつもりですが、このことを隠しておくのは不誠実だと思うので、一応言っておきたいと思います。はい、というわけで今回はここまで。それでは皆さん、また今度。